2000は26は同点、多いと同点になるので負けですね、その場合は。いいです、あ、すごいいいですよ、まあ、すごくいいかどうかちょっとあれですけど、いや、多いもいい、多いもいいですね。単位終わる。秋は2人いいぞここまで、うん、秋はどうだ、負けてられない、どうだ、初お3万同級、同級賞でもこれ初ポンできないですね、できない、できないけど全然もう落としていけますよこれ初ね。大輔さんが打つとありますからね、うん、そうか、打点的にポンできないってことか。そうです、あのポンはできないですね、直撃なら OK ですけど、ただ手の形はかなり整ってる、そうですよね。300、500のツモは足りません。何引いた、おお、いいシャンテン、おすごっ、あれにしなかった、いいシャンテンにしなかった、うん、あ、仕掛けていきましたね、タンヤを、うん、時間がない、時間がないぞ、リーチ初ならいいからだし、面前なら二階堂リーチですね、はい、三浦もペーあるから、でも前出てきたならば直撃狙いで初ポンないですか。ああ、あるね、あるね、ありますよね、はい、線は、線は1600の直撃になるので、2人からいいんだから、はい、いやただね、あの下ちゃんにいるならそれもありだけどね、三浦がいますよ下ちゃんには。ああそっか、はい、しかも多分これの、あ、ノーテンバッパ耐えるのか、あれ耐えない、耐えない、これ9ピンで何で考えてたの、9ピンポンどするかどうかじゃないですか。あ、それを考えて次ハツが出てポンするかどうか、打敗はね9で2人から直撃取れますからね。なるほど、300、500のツモは足りません、足らない、テンパネして400、700になれば積もれる。そうですね、点数チェック、点数条件確認プラスでしょうね、はい、要するに流派は鳴か鳴かないか今これ決めてるんだよね。うん、まあ、これテンパネにはならなそうですもんね、ちょっと、うん、まあ、ポンした場合はならないです、ならないです、まあいろいろありますよね、でも一泣きしてからの缶とか、うん、あ、缶か、はい、うん、大輔さんからもう一本出るとか、いいシャンテンだよ三浦プロ。そっか、リーチももう一本出る可能性大いにありますよね。確かに、いい3点、うん、あ、しかも大輔プロに数素が1個ポツンと浮いてる。そうですね、あれはでも差し子の種だから簡単には手放せないとは思うんですけど、うん、ピンフか、うん、リーチピンフ2000は2600は同点で負け、まあとりあえず数ピンじゃないの、一旦数ピン、初出てどうするんだろう、数ピン合わせる、あー、そうそう、チーだ、テンパ入った、絶好、いやこれ絶好だね、このスチーショーすごくいるんじゃない、いやこれ盲点ですね、しかも、いやあるある、六山、いやこれ三浦はもう打っていいぐらいのペドラペーですもんね。うわー、掴んだ、うわ、決まった、大井のリベンジ達成、最後は秋からの直撃、タイヤを1000は1600の上がり、いや大井これは秋へのリベンジを達成し、現最強位鈴木大輔との対決をしっかり制しました。そして2位でセカンドステージに進出したのは、来ましたね三浦、うん、この表情、うん、飛び越え、あー嬉しそうだ、荒、うん、へのいい報告ができそうです。さあ、シータク戦が終了しました。